皆さんこんにちは。元気でお過ごしでしょうか。マドリッドの熊こと小村です。12月27日水曜日、毎週水曜日は写真で旅するスペインをお届けします。この番組では主に一般の観光ツアーやテレビ番組ではあまり紹介されることのない、どちらかといえば日本の多くの皆さんにとって知られざるスペインを主に紹介しています。日本で有名になっているスペインの街だけではなく、いろいろなスペインを知りたいという方は、ぜひこのシリーズの1本目の動画からご覧になってください。なお、この番組は通常週に一度の頻度で発信していますが、各週でメンバーシップ登録をいただいている方のみにご覧いただける限定公開とさせていただいています。ただし、限定公開となった動画も1ヶ月後にはどなたにもご覧いただけるよう、一般公開設定に変更させていただくようにしています。1ヶ月後の一般公開を待たずに、いつも順番通り流れを追ってご覧になられたい方、また有料メンバー登録によってこのチャンネル運営をご支援いただける方は、メンバーになるボタンを押してご登録いただければ幸いです。それでは今日も知られざるスペイン探訪を始めましょう。今回もアラゴン州ウエスカ県のアルケサールという村の続きです。この村で一晩過ごし、翌朝となったところから開始ですが、前回の夜の青空の時間帯に続いて、今回は朝日の出前から空の色が変わっていく様子をご覧いただきます。特に写真に説明を加える必要もありませんので、今回も最初スライドショーとしてご覧いただきます。スライドショーが終わったところでまたお会いしましょう。いかがでしたか？夜の青空とはまた違った色合いがあって綺麗ですよね。こういった朝の風景をずっと宿の窓から私はカメラで写真をね、撮っていましたが、もう少し明るくなってきてから、その後皆さんと一緒に宿で朝食となりました。その時の様子をご覧いただきましょう。宿の朝食会場です。こじんまりとした綺麗で、結構おしゃれな宿でした。どちらかというと、こう、女性っぽいって言いますかね。
女性が喜びそうな感じの、それぞれ一部屋一部屋工夫が凝らしてあってね。なんか私が泊まるとちょっと場違いかっていう感じがしましたが、女性陣がみんな喜んでいらっしゃった。そんな感じのね、ホテルでした。はい、次の写真。ハム、チーズ類、果物、ヨーグルトなどがね、置いてあります。次の写真では、ジュースだとか、いろんなパンですね。こういったものが置いてあります。こんな感じですから、朝食は質素ですが、必要十分なものでした。はい。アルケサルでの夜明けをお楽しみいただきました。バックで流れていた音楽は、今回も著作権問題のない我々自身の演奏の録音です。3ヶ月ほど前にアップしたトンマーゾ・ジョルダーニ作曲カーロ・ミオ・ベンという曲の演奏動画の音源を使いました。まあ、下手くそな演奏で申し訳ないのですが、これだと著作権フリーなんです。はい。今日も最後までご一緒いただきましてありがとうございました。前回に続いてウエスカ県にある村アルケサルの様子をご覧いただきました。しばらく続いたアルケサルの写真もそろそろ終わりで、次回、次の目的地へ向けてこの村を出発します。皆さんのご登録、いいね、そして順を追ってご覧いただけるためにもメンバーシップ登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。